也は振られて腐ってて、タクヤの弟は結婚の挨拶でてんてこまい、そんで俺の彼女にはまさかの彼氏がいたって話かな。細かいことは俺に聞くな。前回の話見ろ、右上クリックすれば見れるから。じゃあ第5話楽しんでくれよな。第5話、笑えるはずないハプニング。すいません、友達に聞いたんですけど、ここでお金貸してくれるって本当ですか？あ、はい、300万までなら決裁権限あげるから。僕に伐採権限が300万まであるんで、300万はあります。何権限？わかんないです。伐採？は？はい、はい。どこにあるの、そのお金？お客様が信用に値する人物だったらお貸しします。信用できるよ。あ、じゃ あ免許証か保険証ありますか？タカ、ナイス。俺もねえ。参ったなあ。年利 15% っすよ。年利やばくないっすか？お金借りない方がよくないっすか？いいから早くしろよ。あ、はい、すいません。じゃあお名前は？タカ。タカ畑健です。どうやって本人確認する？早くしろよ。はい、わかりました。じゃあ、携帯で会社の人に連絡してもらってもいいですか？いいよ。今電話してもいいですか？社長にかけるよ。はい、はい、すいません、すいません。何？この電話高畑さんのものですか？そうだよ。よし、確認取れたな。いや、これじゃあ…めんどくせえ、金は俺たちで探せばよくないですか？うん、そうだな、出して。お前が、もたもたするからだぞ。え？え？ちょ、金どこ？落ち着いてください、落ち着いてください。金どこだよ！落ち着いてください、落ち着いてくださいって。金は俺たちで探しましょう。タカ、大声出されても困るから、なんかで口塞いどけよ。そんな持ってきてないですよ。なんでだよ。昨日ロープとナイフと銃以外何か必要なものありますかって聞いたじゃないですか。お前、何が起きても対応できるのに。お前、想像しとけよ。自分だって想像できてないじゃないですか。もういいよ。おい、お前喋ったらこいつと。はい、はい、喋った。こいつ死んだ。くだらねえこと言ってんな。お前、金探すぞ。はい、失礼します。ご挨拶かなり遅れて申し訳ございませんでした。私、緑山東賀と申します。妹様とお付き合いさせていただいていたのですが、この度、もしお兄様のお許しを得られたならば、妹様と結婚させていただきたいと思い、今日、挨拶に参上いたしました。名前なんだっけ？名前なんだっけ？悦子です。ああ、悦子ちゃんか。君が何か喋らないと始まらないんだよ。悦子、これ何なの？違うの。何？私には選べないの。私、どっちも同じぐらい好きなの。え、ドッキリってこと？いや、違う。おめえらなんでそんなに悦子追い詰めんだよ。え？悦子が悲しんでんだろうがよ。はぁ？もう今日はいいだろう、また今度にしてやれよ。お前誰なんだよ。俺は悦子と結婚の話までしてたんだよ。俺も悦子と結婚の話までしてるわ。え、お前も？俺もだよ。え、なんでお前もなの？悦子が俺のこと好きだからだろうが。どの悦子？その悦子。この悦子？その悦子。え、どこの悦子？そこの悦子。いつの？なの？ミドル。落ち着け。悦子ちゃんが決めないといけないんだよ。辛くても決めないといけない時なんだよ。私決めれない。わかった、悦子ちゃん。そっちの部屋貸してあげるから、ミノルくんとユウイチくんと10分ずつお話しして決めなさい。悦子ちゃんがしっかりしなくちゃダメだ。分かったマスター。私やるわ。俺は帰ってもいい？雰囲気でもないよね。よし。
これより10分ずつそっちの部屋でお話しする。それでよろしいか。いいぜ。どういう話？悦子は何を決めるの？悦子が決めたんだからおめえも了解しろや。悦子が決めたんだから俺も了解しろだと。悦子は決めたんだな。それじゃあ分かった。状況はよく分かってないけど俺もやろう。それでは悦子ちゃん、まずどちらの男性と部屋に入るか決めてもらおう。私まずは雄一とお話ししようと思います。なんでまずこいつなの。おっ、俺ミノル。次回の見どころは強盗にトウヤたちの勘違い、三角関係の新たなる真実、こんなとこかな。じゃあ楽しみに待っててくれよな。シューティングスター第6話、とどまることないパニック。